今日今が確かなら幹事会長よ、明日には全く覚えていなくたっていいの。昨日の予想が感動をばば先回りしないで、今日今を最高値で通過していこうよ。明日まで電池を残す考えなんてないの。昨日の誤解で歪んだピントは新しく合わせて切り取ってよ。一瞬の光を写真機はいないわ、五感を持っておいで。私は今しか知らないあなたの今にひらめきたい、今日今がどんな昨日よりも好調よ。明日からそうは思えなくなったっていいの。呼吸が鼓動が大きく聞こえる、生きているうちに焼き付いてよ。私は今しか